日本のみならず、海外でもコロナウイルス感染拡大が広まり、海外在住のアジア人が心ない差別的な言葉をかけられるといったニュースを見る中、2月に訪れた東京の浅草にある居酒屋忍者屋敷忍者キャステルのスタッフの粋な心遣いが海外の人々の心をつかみ、彼らをさらに日本の虜にしたようです。忍者という誰もが知る日本のものをモチーフとした居酒屋で、美味しい料理だけでなく五感で楽しめるエンターテイメントの提供を常から考えているからこそ、この厳しい状況下で人々に喜びを与えることができたのでしょうか。今、感染拡大予防のために行動を自粛することはもちろん非常に大切なことです。しかし、恐れや不安から気分が落ち込んだり、感情がネガティブに働きやすくなっている人も多いかと思います。そんな時だからこそ、この日本人らしいおもてなしが人々の心を和らげたのかもしれません。今回はそういった海外からの喜びの声を一部ご紹介したいと思います。海外の反応。わあ、なんて素敵なの。スタッフはこれで私をもっと日本好きにさせたいんだわ。これこそ日本と日本人の真の精神。大好き。ポジティブなニュースをありがとう。ここ最近、私たちはコロナウイルスに関する憂鬱なニュースばかり見ていたから、こういった健康にいいものが必要だったんだと思う。正直言って、たくさんのネガティブな投稿の後にこの話は私を笑顔にしてくれました。これはまだ人々の心に恐れ以外の気持ちが動いているということですね。ブラボー。忍者の人たち、いつでも彼らは心温かくておもてなし精神あふれる人たちだとみんなに知られています。彼らは排除するといった間違いを取り除いたね。彼らのメッセージボードに意味がなかったとしても、やっぱりすごいよ。この愛をもっと広めて。世界には本当に素敵な人がいるものですね。東京の忍者キャステルを尊敬するよ。ポジティブな記事を見るのは気分がいいね。私はこれを警護します。私の感想。今ネットではコロナウイルスの情報であふれており、またそのほとんどがネガティブなものばかりです。日々マイナスのニュースに感情を揺さぶられ、誰かを責めたりイライラした気持ちに負けそうになりますが、そんな中、このポジティブなニュースが日本だけでなく海外に広がったことがとても嬉しく思います。日本のおもてなし精神や心遣いがコロナウイルスに負けないくらいの力で国境を越え、もっと世界に広がってほしいと思います。